この動画はストーリーの途中ですので、再生リストから順番に視聴することをお勧めします。翻訳は YouTube の自動翻訳を使用しているので精度が低いことをご了承ください。小春？おい、小春？落ち着け。大丈夫だから。ここは俺の部屋だから。先輩。どれだけ強く抱きしめても、何度いい子いい子をしても、なんで、一度はぜてしまった感情は小春を激しく飲み込んでいった。ここが一番安心できますって、俺の胸に顔を埋め、何度も息を吸い込んだ小春。ほどいた髪を、解くように、撫でていると、本当に幸せそうなため息をついた小春。激しく抱いても、覚悟を見せても、彼女の思いを受け入れても。一度できてしまった深い傷が、そんなに簡単に言えるわけがなかった。お邪魔しました。そして夜が明けて、そこには少しだけ晴れぼったい目をしたけど、ほぼ普段通りの小春がいた。なんとか乾いた制服を身にまとい、カバンを両手で持ち、ペコリと頭を下げる。昨夜はごめんなさい。いろいろと迷惑をかけちゃって。そんなことは。言うの忘れてた。私、暗くして寝るの全然ダメなんです。嘘だ。子供の頃から暗闇が苦手で、ふとしたことでスイッチが入るとあんな風になっちゃうんです。絶対嘘だ。ただそれだけのことです。そんなのあからさまにバレてるのに、それでも小春はただの怖がりで押し通す。昨日の俺みたいに。もう少しゆっくりしてっても、今日は休みなんだし。バイト入れてるから。まだ開店まで2時間以上ある。ここからなら15分もあれば。一度家に帰って私服に着替えてから行きます。洗いたての制服なんかでそのまま行っちゃったら、中川さんになんて勘ぐられるか。なら家まで送る。ダメですよ、試験中じゃないですか。小春、もう先輩甘いな。やめてください、そういうの。私どんどん弱くなっちゃいそう。弱くなったのか、もともと強くなんかなかったのか、やっと色ボケから目覚めたか、このバカだれ。俺と知り合った頃は強い子にしか見えなかった。俺に介入しだした頃は優しい子にも見えてきた。そして俺のそばにいるようになってからは泣いてばかりだ。試験頑張ってくださいね、先輩。うん。私、次に先輩に会える日だけを指折り数えて、明日からまた頑張っていきます。それじゃ。
小春のソックスに包まれた足が小さな革靴に包まれる。つま先を軽くトントンと行かれた時、かかとまで覆うとゆっくりと背を向けてドアノブに手をかける。小春。はい。俺の呼びかけにも小春はドアノブを握り、後ろを向いたままで答えた。こうなったこと後悔してないか？してません。俺と知り合わなければよかったって思ったことないか？ありません。冬が来る前の矢田さんと仲の良かったあの日に帰りたいって思いません。全部即答だった。最後なんか質問が終わりよりも前に自分の気持ちをまっすぐぶつけてきた。後ろを向いていたからドアにぶつかって反射したしてから届いたけれど、先輩は悲観的すぎます。そんなことを、昨夜1時間以上も泣き止めなかった少女が言い放つ。こんな胸が潰れるくらい嬉しい痛みを知ってしまったら、もう元の私には戻れません。小春、世の中が何もかもこのくらい思い通りに行けばいいのにってくらい今素敵な恋をしてるんですよ私。なんて恥ずかしいことを言うんだ、小春らしくもない。言えるわけない、絶対に言いたくない。私の望みが叶ったから先輩の望みは遠ざかっちゃったかもしれないですけどね。俺の望みは昨夜叶ったよ。ありがとうございます。そこまで強く思い込んでしまったからこそ、小春は俺に何も話してくれないんだろうか。好きだからこそ背負いたいのに、好きだからこそ背負わせたくないんだろうか。ああ。だとしたらそれは相手のためっていうお互いのエゴのぶつかり合い。俺たちは揃いも揃ってわがままで、強情で、そして相手のことを誰よりも思ってるって。誰よりも？さよなら。小春。ドアを開けたら小春はすぐそこにいた。そんなのは当たり前なんだけど。でも捕まえられたのが嬉しくて、その小さな体を抱きしめ強引に唇を奪った。本当にもうなんかな、やっとけや相手が従うと思って、このバカ誰が。先輩、ここ外背負え。行ってこい、気をつけてな。小春の挨拶が気に入らなかったから、たとえどんな意味だろうとさよならを言ってほしくなかったから。ああ、お前はさよならっつったにな。行ってきます。あ、行ってきます。行ってらっしゃい。行ってきます。またな、小春。はい。抱きしめた時、制服は少しだけ湿っていたけれど、それでも最後に見せてくれた小春の笑顔は、冬の朝の突き刺すような寒さにも負けずに、はっきりと輝いてくれた。お空が晴れた。久しぶりに空が晴れたよ。おい、待てよ杉浦。え？授業終わったら一瞬で消えるんだもんな。おぎそ、まだ最後のホームルーム残ってるだろ。そりゃもう出席は取らないけど。私に話しかけない方がいいよ。
小木曽までまずいことになるかもしれない。まあいいや。話は変わるけど、杉浦さ、うちの姉ちゃんのことを知ってるよな。ほら、前に学園祭ライブの DVD 見たじゃん。覚えてない？あ、ほら、姉ちゃんがボーカルで、あの東間和沙がキーボードで。それがどうかしたの？な、日曜日空いてるか？バイト。実は次の月曜が姉ちゃんの誕生日でさ。さっきから一つも話がつながってないんだけど。日曜にうちの姉ちゃんの誕生日パーティーやるんだけど、よかったら来ないか？ほら、つながった。なんで？姉ちゃんの大学の友達とかもいろいろ来るんだよ。だからそんな構えずに気軽にさ。その大学の友達が呼べって言ったの？私を小木曽先輩の目の前に。ん？何言ってんだ杉浦。水沢伊予の罪だよな、これは。水沢伊予の罪だよな。あの女が余計なことせんけりゃこんなことにやらんかったん。本当にあのクソ野郎、クソ甘。あんたこそ何言ってんのよ。高弘は本当に善意でしかなかったのに、唯一の、この学校で唯一のね、救いの手を差し伸べてくれる人もこうやってすれ違いでダメになったよ。だからパーティー来ないかって、ただそれしか言ってるつもりはないけど。じゃあどうして私なの？委員長つながりでいろいろとお世話になってるから。じゃあダメか？杉浦？ごめん小木曽、妙に勘ぐっちゃってた。私最近ちょっと性格悪くて。お、大した姉じゃないけど、料理はそこそこうまいし、東間和沙の話なんかもしてくれるかも。うまいんだ料理。それに杉浦、上受かってるだろ。みんな先輩たちだから、いろいろとためになる話も聞けるかもしれないぞ。そうだね。だろ。だから日曜日夕方の5時から。ごめん、本当にバイトなんだ。そうか。お姉さんによろしく伝えといて、おめでとうございますって。うう、うん、わかった。あぶねあぶね。さよなら、また来週。あ、またな。なんだ？学校の中で挨拶したの、なんか久しぶりだなって。さあどうする？そっか、誕生日だったんだ。なのに。そういうことだったんだ。なんか陰でコソコソやってるから、一体何が目的なのかと思ってたら。なんだよ、俺は至ってやましいところなんか。私たちと彼女仲直りさせようとしてたんだね。でなきゃ私たちまで呼んだりしないよね、お姉さんの誕生日パーティーなんかにさ。うん、いやそれは、お前らだって前にうちの姉ちゃんに会ってみたいって。そりゃ一度は見てみたいよ、小木曽くんのお姉さん。付属の伝説みたいに言われてるし。ま、どう見ても普通の女子大生だけどな。けどそのことを餌に私たちを騙そうとするなんてフェアじゃないよ。フェア？フェアじゃないのはお前らの方だろ。小木曽くん、本当にこの状態がお前らの望んだものなのか？杉浦、学校中の嫌われ者に仕立て上げて絶好したまま卒業しちまうのがさ。ああそうだね、見事にはまってくれたよさゆり。本当はビビってんだろ。自分らが仕掛けたこととはいえ、こうまで噂に尾ひれがついて広まってったこと。俺だって想像もしてなかった。こういう雰囲気とは無縁の
のんびりした坊ちゃん学校だと思ってたのに。正直私もこんなことになるなんて。けど仕掛けたのは間違いなくお前たちなんだぞ。昨日まで親友だった相手をここまで傷つけたのは。どうしよう。ねえさゆり、私たちさ。だったら美穂子はどうなるの？え？昨日まで親友だった相手に思いっきり裏切られて、未だに立ち直ってないあの子はどうなるのよ。けど矢田の言い分だけ聞いて決めつけてもさ。だから私たちは本人に確かめたんだ。なのにあいつったら否定してくれなかったもんね。それだけじゃないよ。あいつこれだけ言われてるのにまだ美穂子を裏切り続けてるんだよ。あれから何度もその大学生と会ってるんだよ。